就活生 YouTuber として実家に帰ったら人生初夜中のフェリーに乗ります。もしバブですよろしくお願いします。そういったチームでの開発というのは社会に出てから大きな成果を得られると思っております。なんでうちっつのはすげえ弱えなと思いながら聞いてました。私の母校に迎えたいと思います。ではいただきます。いや楽しみやね。今まで入ってきたサウナの中で一番いいわ。どうも皆さんこんにちは、ハルタカオです。今回はですね、久々にゴールデンウィークに実家に帰ります。就活も今やってるのでちょっとした息抜きにっていうのも、まあ、あるんですけども、普通に卒業研究の方のインスピレーションをちょっと沸かしてこようかなということで行っていきたいと思います。で、今これはオープニング前撮りして撮っている理由なんですけども、アルバイトが夜中2時ぐらいに終わるんですよ。その後にすぐにフェリーに行って乗船手続きをして青森に向かった後に地元八戸に帰りたいと思います。果たして就活生 YouTuber として実家に帰ったらどんな反応を取るのか検証してみたーっていうのをやっていこうと思います。いやーめっちゃやばいね、かなり忙しいんだけどまあ頑張っていくよ。うん。そして今現時点撮影してる現時点でなんとチャンネル登録者数が50人を超えました。まあ正直ね、チャンネル登録者数よりも今はまず就活っていう感じなので、就活の体験談とかもね発信しながらハルタカオとして活動していく形になると思います。それでは早速やっていく。はい、ということでね、今現在アルバイトが終わったので今からフェリーフトに向かい、今からフェリーフトに向かいたいと思います。いやなんかね、今日早めにアルバイト終わっちゃったから結構ね余裕がある。よし、じゃあ行くよ。はい、ちなみにね、現在時刻が夜中の2時なんですよ。で、これは何を意味してるかっていうのは、人生初、夜中のフェリーに乗ります。ちょっと楽しみなんだよね、今なんか。初めて乗るからさ。ということで、フェリーに向かいます。
案内所前ロビーの方にてお待ち合わせください。続きまして上級室個室をご利用の客様並びにドッグルームご利用の客様、大変恐れ入りますがルームキーを案内所リフトに到着されます。はい、ということで、青森に着きました。やっぱり青森に来て思うことは、空気がね、ちょっと違うんだよね。パパンと。わずかになんだけど。なんていうかね、この例えるのが結構難しい。東北ならではの独特の匂いというか、独特の香り。自然のね、いい香りがするんだよね。それが青森の魅力だからね。で、本当はね、タクシーを使えばいいんだけど、タクシー使わずに、駅まで歩いていきたいと思います。どうしてもね、それをやりたかった。まあいい運動になるしね。じゃあ回しときます。白へだー、帰ってきたぜ。すごいね、めっちゃ天気いいのよ。すげえ。ということでバスを待っていきます。いや、家族は喜んでくれるのかな。緊張しますが、緊張はしねえな。なんか家に行くのが面接会場みたいになってるけど、ちょっと違うからね。 Ready go。 なんですね、バス待ってたら待ち合わせで土日の方の時刻表を見ちゃったっていう。平日なかったなのでね、歩いて帰ります。マジか、釣った。あー、さて、まあ学生としてね、シンプルに思ったことを言いたいと思います。ちょっとね、これから発言するときはもう嫌われたくないとかじゃなくて、卒業しよう。これ一番に気がした。前回の動画で東京でね、前
でした。もう使ってる人たちの表情が曇ってたみたいな話をしたと思うんだけど、それに関しては人口も低いんであんまり変わんないかなという印象がありました。改めて青森県に来て思ったのは、よくね、地元の人たちは何もねえよみたいな、青森県何もねえやみたいな発言をしてる人が多いんですけど、近くでね、何もないのが逆に魅力なんだよって思った。青森県に帰ってきて、こののどかな風景っていうのがとても魅力的なんだよね。あとなんだろう、何か何話そうと思ったんだっけ。なんかね、カメラ持ちながら話そう、しんどすぎるものなんだよ。まああとね、なんかハチカっていうIC カードも、ね、普及してるらしくて、徐々に ID 化も進んでるんだなっていう印象がありました。はい、今んとこそんな感じかな。まあ、あと詳しい話は別の画角ですると思うんで、ちょっと今回はここまでにしたいと思います。じゃあ次、レッツゴー。さっきの駅めちゃめちゃタイヤ入り口に見えたんだよね。函館にある方、やっぱ いつも函館にいるからどうしてもそっち側になっちゃう考え方が、笑っちまうぜ。やっぱりね、徹夜の後、徹夜というかほぼ1時間半ぐらいしか寝てないんだけど、それの後だとね、ほんとしんどい。いや、マジでやばい。ようやく地元に帰ってきたぜ。いや、空気がいい。これは青森ならではの魅力だと思うって気がしてきたわ。よし、あとちょっと頑張ります。いや、なんかいなさそうやな。ちょっと厳しいね。やべ、多分今フルモザイクだなこれ。よし、果たしているのか。はるばる面接会場まで1時間半歩いてきた結果、無反応。ちょっと待って、あー、いなかった。いないか。え、でもね、車はあるんだよね。どこ行ったんだろう、わかんねえな。ああ、ということで、まあ、来たらね、回そうかな、また。あ！お帰り、ただいまーって、今ね、金魚に声をかけています。名前は、ハルキンです。これはね、僕が命名した、あれなんですけども、今年で、あれ？何歳だろう？もう9歳行くんじゃないかな？多分今年で9年目だよね。ちょっと今こっちを向いて可愛いパクパクしてるけど、いやー、これぐらい長生きしたいよね。俺も我が家をね、支えてくれてる金魚なのでね、これからもよろしくな。頼んだよ、俺も就活頑張んなきゃな。よし、はい、ということでね、今親を待ってるんですけど、まさかのね、面接官が不在っていうね。いやー、びっくりしたよ。で、今なんで家に入れたかって、一応鍵持ってるから入れるんだけど、まさかいないとは思わないじゃん。まあでも逆にね、まあ家族も今結構忙しくてね、まあお互い様って感じなんで、ちょっと車で雑談しようかなと思います。めちゃめちゃ静か。小鳥のさえずりがチュン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 聞こえてくる。なんか久々にゆっくりしたかも。もうマジで毎日のさ、そのスケジュール的な感じでさ、もう全部埋まってんだよね。こっからも先も。それがきつすぎて、あんまりね、こう、余暇を過ごすことがなかったからさ、今こうやって休めてること自体がなんか不思議な気分って感じですかね。ちょっとね、住所バレたくないから多分、全モザイクになってると思うんだけど、マジで来ねえな。何してんの？ちなみにさっき持ってきたお土産の方のコーヒーこぼしちゃいました。てか、え？ヒゲひどくね俺。え？ちょっと待って。すいません、見てる人たちには本当に申し訳ない。めちゃくちゃヒゲがひどい。ごめーん。ちょっと隠すわ、これで。おー。いや、マジか。ちょっと話しとこう。いい意味でね、函館とね、空気が違う。やっぱり。ずっと言うけど。全然来なーい。とりあえず、親が来る前に。私の部屋を紹介したいと思ったら、なんか乗っ取られてるわ。ここで仕事頑張ってんのか。すげえな。今どうやらお父さんもね、リモートワークやってるらしくて。で、今、俺がいないんで、その代わりに俺の部屋を使って仕事をしているそうです。なるほどね。もう置き場ねえじゃん、俺の場所。あるあるかもしれんけどね。
フルモザイクだ。面接官、面接しに来ました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。待ってましたよ。ちなみに待ってたんだね、ごめん。かなりあれだね、久々すぎて今親が動転してます。でちなみに言うと俺も動転して、アイスコーヒーとホットカフェラテを買ったんだけど、ホットカフェラテをこぼしちゃったんだよね。なんで開けようと思ってこうバンって2個重ねて置いたら、ガッつって1個プシャッつってあーって、伸びた。もう飲んだよアイスコーヒー、とっくの昔に。でお土産を持ってきてない、持ってきてないというか、お土産がさっきのそれだったんだけど、もうないので行きましょう昼飯。ちなみに今日の睡眠時間1時間半です。そうなの。初夜中フェリーだったんだけど、やばいよ。みんなまず人がそもそも少なかったし、結構ね有意義な時間を過ごせたよ。ずっと読書してたし俺。で今日はいろいろ企画撮りたいからよろしくだぜ。おイエーイ。ちなみにうちになんとリンゴがこんなにたくさん。いやさすが青森県民って言われそうだよね。どれ食べよっかな、これにしよっかな。腐ってないよね。あ、腐ってる。あー、ちょっと食べない方が良さそうかも。いやでもね結構あるんだよねリンゴ。はい、こんな感じでね、まあ、うちだけかもしんないですけど、青森県民はみんなリンゴ食べます。はい、日常的に。八戸市民はどうなんだろうね、ちょっとわかんないけど。奥にジャガイモありますけど、ちょっと目が生えちゃってるんであんまり見せれないかもしんない。食べたかったなー、リンゴ。はーい、ということで、今日でようやく1日目が終了しました。うわーなんかね、全然やりたいことができてなくてね、ちょっとボツになりそうなんだけど、まあ、とりあえず、いやー言うと、昨日ね、まあ、徹夜をして、で、うん、まあ、徹夜というか、昨日ね、1時間半しか寝てなくて、もうめちゃくちゃ眠いんだよね。だから、なんかあんまり呂律が回んなかったりとか、結構ね、大変ではあります。お前それで YouTuber やってんのか、あーって言われそうなんで、ちょっとちゃんと答えると、やっぱりね、地元はいいね。って思う。まあ、空気感も好きなんだけど、やっぱ今までのこう思い出とか、こう今まで過ごしてきた土地感っていうのがね、やっぱあるので、すごくいいなって思いました。まあ、いつかね、こう青森でなんか仕事ができる機会があったらいいですね。ということでおそらく次は明日の価格になると思います。明日はですね、地元では、まあ、一番でかいショッピングモールに行って、まあ、いろいろやっていきたいと思います。とりあえず今日はゆっくり休みたいと思います。おやすみどうぞ。失礼します。お名前どうぞ。はい、あ、これカットだよな。ちょっとごめんね、言っちゃったからあれだ。 YouTube 大学4年春高尾です。よろしくお願いします。どうぞ。はい、失礼します。そっか、これだ、個人情報出ちゃうからダメだよ、言っちゃう。 YouTube 大学4年とのことでしたが、はい、まず YouTube でどういったことを行って動画に上げているのでしょうか。はい、活動当初は地元貢献ということで、青森県と北海道に対して何かアプローチができないかと考え、地元貢献というスローガンを掲げ活動しておりました。現在は、春高尾という一人の大学生が地元を通して何か発信できないかということで、いろいろ試行錯誤をしているところでございます。まあ、将来的には一つの春高尾のブランドとして、何か立ち上げようかなとは思っています。はい、ありがとうございます。将来的に自分のブランドを立ち上げたいとのことでしたが、はい、具体的なビジョンを教えていただけますか。はい、最初はですね、まあ、何かこう地元八戸をより活性化できるような会社を立ち上げられないかなと考えていたんですけども、さすがに一学生が何かこう立ち上げるには、まあ、アイディアはあるんですけど、実際にその実行するにはかなり難しいかなということで、まずは社会人として、その御社に入社した後に、まあ、ちょうどキャリアプランとしていろいろな分野というかいろんな業種を学んで、そして自己研鑽をした後に自己成長の後に社会で活躍したいと思っています。弊社のどういったところでなぜ弊社じゃないといけないんですか。そ
そうですね、やはり YouTube に対して積極的というか、やっぱり最近の会社の多くは SNS をかなり利用して広告だったり、まあ、マーケティングだったりを行っているので、そういった戦略に惹かれたという部分もございます。そして今現在春田顔として活動しているんですけども、自身のそういった動画編集のスキルだったり、そういったものが活かせるのではないかなと考えて御社を志望しております。わかりました。学生時代に頑張ったこと、はい、学生時代に頑張ったエピソードということで、はい、そうですね、まあ、履歴書に書いてる、まあ、通りなんですけれども、はい、さらに、まあ、詳細に改めて教えていただけたら、はい、現在私が通っている、まあ、未来大では、3年生にプロジェクト学習という、まあ、チームで開発を行うことがあったんですけども、そんな中でまあ、同じ商品を一つ作り上げることがかなり難しかったんですよ。まあ、そのチーム内の衝突だったりをどうやって回避すべきかだったり、あとは締め切りまでどうやって間に合わせるかといった、そういった、まあ、プランなども自分たちで考えながら、最後までサービスを制作していくという、その過程自体もかなり難しかったんですけども、そういったチームでの開発というのは社会に出てから大きな成果を得られると思っております。今その大学の勉強、どんなことをやってますか？履歴書にも書いてるとは思うんですけども、より詳しく。詳しく、はい、未来大では主にプログラミングの学習を行っています。そして現在私が所属している情報デザインコースでは、まあ、情報デザイン、ウェブデザイン、そういった UI、UX デザインといった、まあ、そういった観点でプログラミングと掛け合わせながら授業を行ってまいりました。そして現在大学4年生では完成デザインと情報デザインという2つのデザインを掛け合わせた何か研究ができないかと考えていますが、まあ、それの中でこう青森を活性化できるような何かデザインがないかなと今試行錯誤している最中でございます。研究の路線としては、青森県の活性化をまだちょっと考え中というところで、ですが、まあ、青森県にこだわらず自分のやりたいデザインができる中で青森県に活かせるものがないかという、そういった枠組みでも考えております。わかりました。入社後はどういった業務に行きたいと考えてますか？はい、現在は、まずウェブデザインについて、まあ、学校で学んだことをどれだけ社会に活かせるかといった観点で仕事をやりながら、ウェブマーケティングだったり、まあ、広告だったり、あとは普通にプログラミングの方もより学習を深めていきたいなと考えております。そして将来的にはデザインの力で何か経営を起こせないかとも考えています。弊社の経営のどういった部分を吸収したいと思いますか？そうですね、やっぱり20代でどれだけその自分の挑戦権、裁量権があるかというところに関して、20代のうちからどんどん挑戦して、まあ、いろんな業種だったり、いろんな仕事に携わっていく中で御社のサービスをどれだけ広げられるか、そういった観点でデザインと組み合わせて、まあ、経営者一人一人が経営者の視点として活躍できるようなビジネスパーソンを目指せるようになりたいなと思っております。わかりました。何か質問ありますか？はい、そうですね、将来、まあ、IT 業界なり YouTube 業界なりで必要になってくる人材とはどういった特徴のある人たちなんでしょうか？私が思うのは、いかにコンプライアンスを守りつつその範囲内で人をハッピーにできるかっていうところだと私は思います。結構ニュースとか見ると有名人なんかは特にそうですけれども、週刊誌に載せられたり、ネットでぶった上がれたり、炎上したり、公に出てる人たちでさえもコンプライアンス守れてないなって結構感じてるところがあるので、いつも思うんですけれども、ニュースって悪いことの方が8割以上占めてるじゃないですか。はい、だから
おいてその事件事故とかの情報はさらりとで本当にいいのかなって、どんどん悪いことを聞いてると自分の気持ちもどんどん落ち込んで、毎日がせっかくの一度きりの人生なのにハッピーにね、はい、過ごすきれてないのはちょっとなって、人生損してるなって私は思うので、はい、常識というものを、まあ、悪いことはねとにかくしないように人を喜ばせるような人材が欲しいなと私は思ってます。はい、以上です。貴重な意見ありがとうございます。はい、今回の面接は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。ガチャリほいー、お疲れ様でした。疲れた。いやー、なんか最初 YouTube、ちょっと今仮面被ってもらってるんですけど、なんか最初さ、なんか YouTube 大学から YouTube 会社みたいになって、あれ?と思って、これ、マジ準備してなかったからやべえと思ったんだけど、後半から普通に自分の方に持ってったね。うん。まあ、僕が見られないってことはもうすでに情報は出してるので、はい、良かったかなと思いますね。まあ、でもやっぱり思うのは、ガクチカでもっとこう、やってはいたんだけど、なんか成果として出せるぐらいあんまり自慢できるものじゃなかったのかなって。いや、そうね、まあそんな大丈夫かな、大丈夫か。あの話聞いてる限りではさ、何年うちっつのがすげえ弱えなと思いながら聞いてました。だってそりゃだってわかんないじゃん、その YouTube 株式会社なのか、そのなんか IT 系の株式会社なのかわかんなかったから、マジでどうすりゃいいのかみたいなね。いや、そう、あ、でもいや、それは俺も課題だと思ってる、うん、自分のことを伝えるのはうまいさ。俺パンフレットをがっつり問い合わせてください。そうだね、あの出してくれるところって出してくれるんですよ、パンフレット薄いところって本当に薄いからめちゃくちゃ多分お母さんが映ってると思うけど、まあ、あとでモザイク入るから大丈夫、別に入ってもいいよ、あとでモザイク入るから。いや、マジで、あのうちの姉はね、もうすでに就活を経験してて、まあ、かなり辛い思いもしてたので、あのめちゃくちゃ参考になりました、ありがとうございます。うん、まあ、俺の課題はあれかな、より具体的に企業研究をしていく。それもっと企業のこと知った方がいいよね、多分ね、うん、あと一つの指標としては、あのパンフレットがっつり出して、うん、触れるところが、うん、結構手厚かったりするもんだって。そうだね、私の今いるところが、そうですよね、かなと思う。あの今まで、うん、就活経験してみてパンフレットとかいっぱいもらったりだけど、うん、パンフレット分かりやすく書いてんのも、うん、一つの、まあ、指標なのかなと確かに今いるところめっちゃ分かりやすい分かりやすいっていいよね。あとはね、注目するのが、あ、そう、それ会社の理念、企業理念。あ、企業理念からこう掘り起こしてって自分のやりたいことにつなげていく。私はそのパターンで内定取りました。ええー、やりたいとこがあれ撮ってる、これ撮ってるよその今泣いてやっとこさ撮れるところがだから、うん、ないんだけど、うん、あとはうん、その YouTube の話どういう人材がいいか、うん、あー、そうそう、逆質問ね。逆質問、私もそれなりに考えたけど、確かに、うん、とりあえず私の本音ですまあ、情報を選別するのと、あと常識をしっかり守って行動するっていうことと、あとやっぱあのポジティブに捉えるその情報をね、そのポジティブハッピーにこう的な、ちゃんとまとまってる明るいことをね、とにかく発信、どんどん発信できるような人間になってくださいってことと、あ、そういう願いを込めて言ってくれたの。そうだね、うわ、優しい。 あとさ、転職、最終的に転職する予定ですがマジで言わない方がいいと思う。ああ、そうだね、それは絶対言わない、本番では。ガチな話マイナスだからな、それ、うん、離職率低い人材は飛んねえからそう、それで俺もこの前最終離職率高い人材、ごめん、大丈夫大丈夫、あ、そうそう、離職率高いやつは俺も知ってるし、それをこの前最終面接ではっきり知った。うん、将来何やりたいか深掘りされすぎてちょっとバレちまったんだよね。じゃあ本日はありがとうございました。はい、オッケーでーす。サンキュー。はい、はい、おはようございます。現在時刻は
朝は11時でございます。昨日寝すぎたということで、今現在本当はね朝一緒に母と歩く価格を取りたかったんですけど、ちょっと時間がないので急遽変更して私の母校に向かいたいと思います。いや結構ね懐かしいからね、まあ、そこでねちょっとフリートークしながら、まあ、母とね一緒に歩いていきたいと思います。いやここのね校舎でめちゃくちゃ練習してましたね。もともと陸上部だったってのもあって、この周りの自然に囲まれてねこう練習してきましたよ。なんかねこの香り、自然の香りがねマジで好き、激烈に。どうですかお母さん、懐かしいですか？懐かしいですね。いやめちゃくちゃ作っとるやんけ、これ若作りしとるやんけ、やばなんかおもろいな。まあ緊張しているのでそこコメント欄でね叩かれてくださいよ、お願いします。いやでもまあ本当にねここに入れてよかったわって思う、いろいろあったけどね、かなりいい場所だったと思うよ当時ね勉強かなりしんどかったし、なんか何のために勉強してたんだろうみたいな、高校時代ねそんなこともありましたけども、でもねやっぱ仲間とねこう切磋琢磨しながら勉強したり部活したりイベントしたり、そういったことがありましたよ。だからまあ青春はねできたんじゃないかなと思います。なのでぜひ、ね、今高校生とか大学生の皆さんはぜひね今のうちから青春しちゃってください。エンジョイだぜベイビー。はい、ちょっとね、先ほど母がね、めちゃくちゃ緊張しちゃって声出てなかったんですけど、実はね、あの時に僕の高校時代の頃をめちゃくちゃ思い出して、ちょっとね、感銘に浸ってたそうです。涙してました。はい。まあね、いろいろ思うことはありますけどもね。ただ、先ほどもちょっと言ったんですけど、いろいろね、反省しなきゃいけないことはたくさんあったんですけど、後悔は全くしてないです。めちゃくちゃ青春できたなって思うし、もっとね勉強しときゃよかったなとも思うけど、まあでも本当にいい時を過ごせたなって思いますね。お母さん、はい、じゃあ次は、八戸市場最大の大きさを誇るイオンモールへ向かいたいと思います。そこではね姉と、映画デートをしたいと思います。ちょっとね、ペッパーランチトークでもしようかなと思ってて、まあ、八戸のね、この下田のイオンって言ったら、これ、ペッパーランチということでね、必ずここに来たら、絶対にペッパーランチは食って帰るっていう、もうね、学生だったら、余裕で2杯いけちゃうよっていうレベルなんだけど、マジで大好きなんだよね。ちなみに、確かね、札幌店にはなかったんだよね。北海道にあんのかな、ちょっとあんま記憶ないんだけど、八戸には ある、うん、唯一のペッパーランチ。ゆうくさんほら YouTuber がペッパーランチの企画やるじゃん、あれね俺もやるつもりだからぜひ見てね楽しみにしたいでーす。ではいただきます。いやこれがペッパーランチはず
うまい、マジで。あ、うまくいったけどね、コーヒーは。見た目はね、こんな感じなんだろうなって思ったら、こんな感じ。こんな感じ、見える。これでね、よし。これどう食えって言うんだ。これでいいのか。いただきます。全部がもちもちしてる。ああ、和を感じるわ。そうだね。やべえ、アニメ途中までしか見てないから、ちょっとな。多分来る暇ないんだよな。組み立てて。これいいな。2750円。厳しいね。こういうシンプルながらいいよね。これとか最近流行ってんのかな。なんだこれ、イージー、なんちゃらなんちゃら。いい素材使ってるんだよな。おお、すげえ。こういうのおしゃれでいいよね。こういうね、おしゃれで安い衣服がね、すごい売ってるんだよね。だから学生にはめちゃくちゃありがたいゾーンです、ここは。いいね。見てこれ、すごくね、こういうの。ほら、なんか野球部っぽい感じ。うわー、チャラいね。まあ今回はね、まあ、就活っていう目的で来てるから特に欲しいものはないかなって感じで。イエイ。さあ次は映画だ。いや楽しみやね。疲れてるみたいです。どう、さっき回したばっか。いつも回した。本当、始まるまで。あ、おばさんいた。私今メンタもいて。私も酸欠大丈夫か。なんか本当に酸欠ですね。私もすごい具合が。マジ？うん。あ、どうでした？面白かった？もう、うん、もうやばいね。なんか白石麻衣さんが声優やってる、うん、あの女の人の感情に移入してしまう。そうか、普通に外国語喋れんじゃん。こっちか。やっぱ感動したよね、うん、涙出そうだったけど、こないだはさすがにね、感情移入していて。多分お風呂は泣くなと思いながら。そうだね、見れませんね。いや、マジ泣けるんでね、ぜひみんな見てください。これがどれだけうまそうに食べれるか選手権。はい、はい、イエーイ。いただきます。いくよ。あ、うまいわ。
そうか。まあね。いやどうだろう。俺は違いやすいと。コナン大抵 MVP です。ちなみにお母さんはパスタで感動しておりました。大感動、約1年ぶりのパスタ、素晴らしいね。サウナ、マジ整ったわ。やばいよ。多分今まで入ってきたサウナの中で一番いいわ。多分というかほぼ最高です。今んとこ行くわ。今度ね、あの動画内でちょっとだけサウナも紹介したいなっていうか、いろいろやりたいことあるんでサウナの企画ね。一週間に一回の、まあ、ご褒美的だね。あとは帰ってから動画回します。はい、ということで現時点春高尾の部屋に来ています。まあ実はね、この部屋、まあ、あの高校時代から過ごしてたわけではなくて、大学時代になって初めて一人部屋を確保しました。それまでは自分の部屋というものがなくて、ずっとねリビングで勉強してたんですよね。なのでね、初めて大学生に入ってようやく自分の部屋をね確保できて、今ようやくこうやってカメラを回すことができております。正直ね、リビングとかね、家が汚すぎてね、お見せできる状態じゃないんですよね。自分の部屋で撮っていきます。そして、購入品紹介！いろいろ買ってきたんでね、ちょっと見せたいと思います。一つ目は、こちら！ワイシャツ。はい、これはね、就活用で買いました。今ね、2着持ってるんだけど、3着目欲しいっていうことで、今回買ってまいりました。続いては、こちら！じゃん！夏用の服。これね、一目惚れしちゃったんだよね。お値段なんと税込み3168円。この素材がまたいいんだよね。これ多分ね、動画で着ると思います。続きましてこちら、で怪盗キットのファイル。これはね、あの僕の姉が買ってくれました。まあ多分動画でも載ってると思うんだけど、ちょうど名探偵コナンの物産展をやってたので、まあそれでね、グッズで買いました。いいね。まあコナンの登場人物の中で誰が一番好きかって、ずっと昔から怪盗キットって答えてたんですよ。最近はね、実はちょっと変わりつつあって、実際怪盗キットは2位なんだけど、第1位はね、アムロトールです。バーボマジで好きなんだよね、あのキャラ。続きましてこちら、怪盗キットのハンカチ。こちらお値段660円、シルクハットパターンだって。普通にね、この柄が好きで買ったんだよね。ちょっとピンク入ってんのわかる？俺ピンク好きだからさ、いいなと思って買っちゃった。続きましてこちら、でんタンブラーじゃなくて、ステンレスボトルだね、これ。オープン！じゃじゃーん！コナンとね、アムロさんが描かれてる、このタンブラーじゃなくて、ステンレスボトル。これ何がいいかって、あの、サウナに水がない場合、自分で水を持ってくんですよ。その時に、この中にね、水を入れて飲めるっていうのがいいなって思って、完全にね、サウナ用で買いました。いやー、いいわー、マジで。このシンプルな柄がいいんだよね。お値段2750円ぐらいだったんだけど、買っちゃいました。そして最後は、こちら、ビジネス本 ×3。基本ね、あそこのイオンに行ったら本買うんだよね、俺。一冊以上は。で、まあ、本当は、まあ、もっとね、買いたかったんだけど、ちょっと、その時お金持ってなくて、3冊しか買えなかったんだけど、じゃあちょっと紹介するよ。一冊目、こちら、行動経済学の仕組み。世の中のありとあらゆる仕組みがこの本に凝縮されてます。ちょっとまだ読んでないんでわかんないですけど、パラッと見た感じはね、良さそうだったんだよね。続きまして、こちら、今いる仲間でうまくいくチームの話、宇宙兄弟。宇宙兄弟のね、なんかこういう、宇宙兄弟×ビジネスの本っていうのは俺ね、全部買ってんだよね。で、その中で唯一買ってなかった本がこれ。チームでね、どうやってうまくいかせるかみたいな。で、自分は何型なのかみたいな。その立ち回りのね、やり方とかわかるんで。いや、これはね、読みたかったからよかった。うん。多分最新版じゃないかな。ああ、最新版じゃなかったわ。2019年に発行されてるから、およそ3年前だね。楽しみです。そして最後の本。
これが正直一番楽しみというか、一番ね、俺に合ってる本かな、と思う。いきます。でん!イノベーション道場。このタイトル見てね、引き付けられた。考えよ、行動せよ、新しい価値を生み出すのは、あなただ。っていうやつに惹かれちゃったんだよね。こういうなんかこう、自己啓発的なね、本は結構よく買います。他のね、ホリエモンの本とかもあって、わ、欲しいと思ったんだけど、ちょっと持ってなかったから、優先順位的にね、函館の本売ってる場所であんまり見ないような本、3冊買いました。いやー、これ早く読みたいな、と思います。はい、ということで今回は購入品紹介をしてまいりました。なんで今紹介したかっていう話なんだけど、おそらく帰ってからね、カメラ回すとしても、そんなに多分回せないんだよね。すぐアルバイト行っちゃうから。だからまあ、今のうちに先に商品紹介しておいて、で、明日の帰ってからは、まあ、軽く話すみたいな感じになると思います。いや、マジでね、サウナ良かったね。今日一日振り返って。最近マジでサウナにハマってて、まあ週に一回は行くんだけど、自分なりのね、入り方があるんだよね。まあほとんど本に書かれているようなこととかあんまり変わんないんだけど、ちょっとね、ぜひ紹介したいなと思ってます。はい。整っていいよ。ぜひね、学生のみんなにもサウナ、正しい入り方をね、学んでほしいなって思ってるんで、多分研究内容はサウナにするのかな?今のところね。わかんないけど。今日はね、ゆっくり寝て休みたいと思います。さあ、明日へ向かって、レッツゴー!はい、おはようございます。ということでね、今から、青森に向かいたいと思います。どうやらね、親が車で送ってくれるので、それに乗って、青森フェリーまで行って、そしてフェリーに乗って、函館まで帰りたいと思います。この部屋ともね、まあ今日でおさらばなんで、最後にね、別れを告げて出ていこうかなと思います。いやーまあね、結構いろんなことがあったね。まあこれからまた就活だから、気合入れて頑張るぜ。見守っててくれ。俺は大丈夫。絶対受かる。うん。じゃあな、バイビー。はい、行きますよ。ついに戻るぜ。いざ戦地へ。はい、帰ってきましたー。ということで、無事、函館に戻ってまいりました。ちょっとね、わずかながらに、ホームシックなんだよね。いや、まあ、これはなんでかっていうのはもう、皆さんご存知の通り、超楽しかった。楽しすぎたね。めちゃくちゃ充実してたね。もう、カメラ街では実はね、私の実の父に、デュアルモニターをおすすめして、それをね、導入させました。どうやらね、父の職場でも、テレワークが普及してるそうなので、それでね、自宅環境を充実させました。そしてね、やっぱ、なんでか知らんけど、青森美人が多い!すごい!決してね、函館が少ないとかそういう話ではなくて、シンプルに、青森より多い!青森、美人さん多いっすね。いつもね、鼻を伸ばしてましたよ。はーい、ということで、今回の旅のまとめをしたいと思います。実際にね、青森に帰ってみて、まあ思ったこととか、いろいろね、インスピレーションが湧かせたので、非常にいい機会になりました。こっからはね、今すぐ飯を食べて、すぐアルバイトに行かなきゃいけないんで、あんまりトークは長くないんですけども、やっぱり青森、最高!
そしてね、現在まだ就職活動中なので、まあそのことをね、家族に相談したところ、温かく見守っていただきました。常にね、応援してくれてる人たちの身近にいたことで、より頑張ろうって思いましたね。もちろんね、頑張るって言っても、どういう風に頑張るのかっていうのを、皆さん聞かれると思うので、しっかりとそこら辺は、一から対策を練り直して、選考に臨みたいと思います。就活終わったら思いっきり、パーティーやるぜ！ぜひね、皆さんも応援よろしくお願いします。まあ、就活だけじゃなくてね、YouTube 活動も、どんどん頑張ってまいりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。久々の夏、頑張るぜ！